クレノー断片と DNA ポリメラーゼ I の構造の比較。クレノー断片は大腸菌の DNA ポリメラーゼ I をタンパク質分解酵素すぶチリシンで部分分解して得られる断片のうち大きな型の断片である。DNA ポリメラーゼ I が持つ3種の活性のうち5酸キソヌクレアーゼ活性が失われている。名は1970年にデンマークの生科学者 ハンス・クレノーが報告したことにちなんでおり、クレノーフラグメント、クレノー酵素とも呼ばれる。DNA ポリメラーゼアイが持つ誤算、エキソヌクレアーゼ活性は応用上の障害になる場合が多いが、クレノー断片はこの活性を書くことから研究目的で幅広く活用されている。大腸菌から DNA ポリメラーゼアイを生成する手法は1969年に、 ジョビンらが確立していたが、クレノーがこれを追試したところ、ポリメラーゼ活性を持つ2種類のタンパク質が得られた。一つは、ジョビンのポリメラーゼと同じだと思われたが、もう一つは、分子量約7万と小さかった。この小さなタンパク質にも、DNA ポリメラーゼ活性があったが、誤算エキソヌクレアーゼ活性はなかった。そこで大きな型のポリメラーゼを、スブチリシンで処理したところ、 同じく分子量約7万で誤算。エキソヌクレアーゼ活性のない断片が得られた。これがクレノー断片である。クレノー断片は、ポリメラーゼ連鎖反応が開発された当初に使われた、ポリメラーゼでもあったが、その後は、タクポリメラーゼなどの耐熱性酵素にとって変わられた。ありがとうございます。